エニアグラムの方が好きなのでまたやってほしいですと。あ、エニアグラムが好きな人は一定数います。ただエニアグラムは伸びないなっていうのが、はい、だからそこですよね。その何を求めるか、どういう戦略を取っていくか、はい、で、まあ、MBTI もですけど、はい、伸びないなに入ってきてるわけじゃないですか。もう伸びないです、はい、もう伸びない、まあ、我々のところもう伸びないというか、これ以上やっても伸びないというか、はい、マックスだとしても伸びない、はい、我々のとかっていうよりは10万人とかはいけない。あ、そういう意味で、はい、なるほど、はい、10万人の人はいないですからね、はいはい、っていう意味でこうそれだけではなくて、もっとなんかこう幸せを哲学するみたいな感じで、はい、エニアグラムでこう1位取ってみたいな、何々でアトラーで1位取ってみたいな。アトラーも競合いっぱいいるんで難しいですけど、で今アーキタイプを狙ってます、はいはい、でそういう1番をいっぱい取っていくと、そういったところでも取りやすくはなったりすると思うんですよね。これがマーケティングです。はい、はい、マーケティングでランチェスターでポジショニング戦略です。はい、はいM8 は自己理解チャンネル的な方向性だと、はい、あ、これは僕もそう思ってるんですけど、はい、やってる僕が自己理解できてないからなっていう。できてないからするわけですよね。できてる人には自己理解必要ない。でも僕が見てる動画は、はい、自己理解はこうやってやるといいんですよっていうのが見たいんですよ。そこもあると思います、はい、あ、僕はそういうのが見たくて、はい、そういうのを見るんですけど、はい、だから僕は逆に僕みたいな人はここには来ないだろうなと思ってるんですよ、はいはい、っていう答えが出たんですよ、はい、だからあのさっきの話、はい、息子のためにみたいなのが必要って話ですよね。あ、はい、だと僕はターゲットは僕みたいな人だって言っときながら、はい、やってないってことですね。やってないってことです。自分が満足するものをやってる。これがマーケティングか、はい、でこれがコンサルによるダメ出しかなるほどな、はい、これは分かりやすいですね、はいはい、ようやく気づきましたよ、はい、この5年間という月日の過ち、はい、過ちではないですよ。そう、まあ、行動は続けてましたからね、はいはいはい、まずここは自分を自分で褒めよう、はい、谷じゃないけど、はいはいはい、あの二等兵でも金だと、はい、まずじゃあここからですね、はい、まあ、その成功するまで やり続けるっていうのが正解なわけじゃないですか、はい、だともうここのここに絞ってやっていくっていう。ここっていうのは今NT っぽい人たち。いやこれは違うぞ、藁をつかみに行ったぞ。その NT っぽい人たちに何を伝えるかですよね。それをだから先に自分が何を提供できるか、うんうん、自分たちが M8 が何を提供できるかが先だと思うんですよ。何が提供できますこのトークじゃないですかこれで何に気づくんだろう。私の間違いとかって気づくだろうなとは思うんですよ、はい、二等兵と同じことやってるみたいな。はい、でも二等兵みたいな人は多分見に来ないんですよ、はい、でそれが刺さるのが誰かって話じゃないですか。 NT なのか NF なのか SJSP でもあの人たちは NT とか NF って書かないと来ないんですよ。はい、あ、その別に NT を集めなくてもいいわけですよ。うんうん、それ NT とか NF って書いてくる人は、はい、NT だから来るっていうよりは MBTI が好きだから来るわけですよ。ほうほう、じゃなくてもうちょっと本質的な NT っぽい人たち、うんうん、みたいな理屈っぽい人たちとかに何を指すかみたいな話だと思うんですよね。 NT だからって来る人は、はい、NT ってどんなタイプだろうかとかって調べたいわけじゃないですか。そうですね、はい、そんなのねえよは、はい、でそうすると NT はこういうタイプですよっていう説明が必要、はい、あの、はい、あれ僕は大好きですよ、はい、大好きっていうこっち側の反面もやっぱあるじゃないですか。大嫌い。いやそんなのねえよ、はい、まあそれはないというか人それぞれ、まあうんうん、それでいいんですけど、だと思います、ね、それでいいです、はいはい、その方が反論はしづらいです。はい、あのなんかね、はい、人間っていろいろあるじゃないですか自分の中にも、はい、はい、で、で、はい、あ違う、でこれを一貫しないといけないんです。で、まあ、そこはまあ本質じゃない部分で、はい、そうですね、はい、で NT っぽい人みたいなところは、まあ、いるわけじゃないですか。 NT タイプがあるかどうかは別として、あ、別として、まあ、NT っぽいアーキタイプはあると思います、はいはい、みたいな人をターゲットにどう組み立てるかみたいな、この全く違うものでもいいんですけど、やっぱマーケティングはね僕こういう話大好きなんですよ、はいはい、でこういう話を大好きな人を集めると、こういう話をしておけばいいんじゃないですか、うん、なんか僕なんかね、はい、あの、まあ、
隊長と初期の頃に見ていたチャンネルで、はい、ゼロイチシステム、システム、はい、ゼロイチシステムっていうところがあって、はい、そのまあそこで喋ってる人が、はい、そのどんな人間にも、はい、人口の 0.1% の不安はいるよって、はいはいはい、何のエビデンスがあるか知らないですけど、ね、はいはい、なので少なく見積もっても、はい、1000万人はいるはずだって言うんですよ、はい、で地球上考えてごらんって、はい、何億人いるって、はい、でもうこの AI とかで言葉の壁がなくなると、はい、0.1% ってすごいよねみたいな、はい、それにスピっぽく引き寄せられて、はい、そっかもう僕は僕でここをプレイすれば、はい、飯食っていけるじゃん、はい、で始めてるんですよ、はい、でそこは多分ブランディングが失敗してるみたいな話ですよね。ブランディングとかマーケティングとか、はいはい、スピで始めてます。届けられてない。多分こんだけいるわけじゃないですか今頻繁に見てくれてる人たちが。もう僕もその人のとこ行ってね、はい、本当靴を舐めてあげたいでそれ以外にも多分いると思うんですよ。 MBTI を知ってる人の中の割合でこれだけ来てるみたいな話ですよね。はいはいはい、はい、だから MBTI じゃないところに行っても、うん、MBTI ってそんなにめちゃくちゃ有名なわけじゃないわけじゃないですか。そうですね、はい、まあ、結構若い子とかでは有名だったりしますけど、はいはいはい、こう全人口が知ってるような、うん、誰もが知ってるようなものではないというか、はい、だから誰もが知ってるようなものでそういう人たちを集めることができれば本当に1000万人とか行く可能性はある。でそこに届けられてないとかっていうので多分戦略が間違ってるみたいな。うん、はい、エニアは MBTI より伸びないんですね。はい、明らかにそうなんですよ。その多分認知度の差ですよね。そうだと思います、はいはい、MBTI とエニアグラムの認知度が圧倒的に MBTI の方が高いというか、はい、エニアグラム多分そこら辺聞くと誰も知らないですよ。そうですね、はい、ほぼ知ってる人に出会わないというか、うん、はい、これはやっぱ MBTI っていうネーミングの勝利だと思ってるんですよ、はい、まあ分かんないですけどね。はい、はい、あ、僕は MBTI のネーミングの勝利っていうか、はい、あの16タイプの勝利だ気がしますけどね。でも誰も16タイプとは言わないんですよ。でもあの16タイプが広めた。まあまあそうですね、はい、ただもうみんな MBTI って言うんですよね。 MBTI って言いますけど MBTI が広まったのは MBTI のおかげというよりはあの16タイプのおかげじゃないかなって。ああ、はい、なるほどね。だからそのマーケティング的にあっちの方が、まうん、でそういうのが、はい、上手だったって話ですよ、うん、で MBTI は名前がいいよねとは僕は思ってます、はい、すいません。だからあの16タイプのサイトがなければ広がってない可能性もありますよね。ああ、なるほどね。確かに検索した時にそんな大したものが出てこない可能性がある、うんうん、あれがなかったらポリゴンのね、ポリゴンのあれがなかったら、はい、でそれをもとにみんないろんなサイトを作ってたりするじゃないですか、うん、だからあれがなかったらあれを MBTI って言ってますからね。あれを MBTI って言って、はい、あれをこう量産してるわけじゃないですか、はい、あれの説明してる。そうで MBTI 本体の方はあんまり公式のサイトはあるけど誰も説明してなかったりするじゃないですか、うん、だってタイプを判断するものじゃないって言ってますからね、はいはい、でなるとマーケティング的にはちょっと失敗してるけど、だから MBTI が売れたのはあっちのおかげだと思うんですよね、うん、ああ、そういう、はい、そういうことも言えますよね、はいはい、タイトルを工夫して MBTI はオワコン、次に来る性格診断はこれだみたいな、これはね、はい、ナイスアイデアって今ファッてひらめいたというか、はいはい、パクろうとしてるんですけど、はい、僕がそういう性格じゃないんですよね。そう、炎上商法的な、はい、僕がそんな強メンタルではなく、はい、端的にですってできるのでもなく、はい、まあ今のアーキタイプでも言えますからね、はい、もう終わったって、 MBTI 終わったって、はい、言えますけど次はアーキタイプだって、あのそれは、はい、ブランドアーキタイプ戦略的には、はい、僕はこういうのができるそのオワコンみたいなのができるアーキタイプじゃない気がするんですよ、はい、あの、はい、僕のアーキタイプに合ってない、はい、辛い、あ、辛い、うん、反発が来るのが怖い、うん、じゃなくてそういうあのトリックディスるのがトリックスター的な、はい、キャラじゃない、え、なんかあのポロって言うのはあったとしても、はい、でそれが演じきれるかなっていうのはあるんですよ、はい、そういうキャラだとしたらそういうのをやる続けるのが、はい、多分ブランディングですよね、はい、破壊者ですかね。うーん、そこは体調もちょっと違いますしね。
あまあなんかこれはこうですよってさらっと言うことはできます。さらっと 言うだろうけど、はい、その愉快犯的なね、なんか、はい、わーっていう感じじゃないじゃないですか。はい、はい、まあその世の中にはタイトルだけみたいなのもいっぱいあるんですけどね。まあ確かにそれはある、はい、あの結構里前さんもそんな雰囲気ですね。はい、はい、で中身はディスってなかったです。ごめんなさい、でもごめんなさいね、僕はね、はい、今こうやってさくらさんのやつをこうやって言ってしまってる悪い癖があって、はい、イエスバットができないんですよ。はい、そうだねってまず言わないとダメですよね。はい、言わないとダメですよねっていう言い方もおかしいですけど、はい、面白いですね。はい、面白い。いや、面白い、なんか、はい、でもなんかブランディングって、はい、なんかここって決めてそこに向かっていくって話じゃないですか。そうです。でその反発する人とかは、はい、ターゲットじゃないって話なんで、はい、まあ、気にしなくていいとはできると思うんですよね。うん、そう、まあ、僕、はい、基本あの反発来ても消しちゃうので別に、はい、いくつ来てもいいんですけど、はい、できてない二等兵だから面白いと。ありがとうございます。僕は苦しいですけどね。他者理解したくて動画見てますと。あ、その他者理解は上手にできてるなとは思ってるんですね。あ、はい、見てる人の知的レベルが高くないとダメだと思ってるんですけど、はい、僕はどっちかというとあの偏差値の低い方なので、多分ここはね偏差値20の壁があると思ってるんですよ。なんで基本会話が合ってないはずなんです。はい、会話が合ってないはずなのをうまく出し、それでもいいんだよっていうのができてるなとは思ってるんですよ。僕はちょっとよく分かってない。今すごい理論的に喋ったつもりだけどな、この辺が噛み合わないところがおかしいな。何がいいんだよにつながったのかが分かんない。あ、要は見る人が見れば、はい、違いが分かって面白いって話。違いが分かって、で一応結論的には、はい、その考え方違う人がいるよね、はい、で見方が一つの言葉にしても、はい、見方がこれだけ離れてるんですよ、はいはい、っていうのはできてるなと思うんですよ、はいはい、そういう説明ならわかります。はい、なので、はい、これって答えではないんですよね。答えではないというか、いや僕が見る、いや スピが見る、あのこうすればいいんですっていう、はい、何かお題目を与えてこれを信じればいいんだよ、はい、っていうのをやってるんじゃないんですよ。はい、はい、そんなものはない、ないっていうのを言ってるから、それは見るわけないですよ。はいはい、であればそんなのないんだって訴えかける、訴え続けるロックですね。はい、なるほど。騙されてんじゃねえよっていう。ああ、なるほどね。はい、それをパンクロックですね。はい、それをどうやれるかって話ですね。はい、はい。